はい、行きます。5秒前です。はい。アソシアのこれが福祉だ。FM ギノワン、毎週木曜日の4時30分は障害に対する疑問や福祉制度の仕組みなどを分かりやすく皆さんにお伝えするアソシアのこれが福祉だ。パーソナリティを務めるお久しぶりです、ゆっきーでーす。皆さんこんにちは。さあ、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com。また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。そしてサイマル放送もやっております。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。そしてスマホでお聞きの方は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、そして FM ギノワンを選曲して聞いてください。さあ皆さん、3月になりました。どうでしょうか、涼しくなってきましたね。まあまあ涼しい、ずっと涼しいね天気もね、なんか雨が続いておりますが、さあ今日はですね、アソシアの若手三人衆と言われております、メンバーに来てもらっております。さあ、じゃあ一人一人紹介していきたいと思います。はい、アソシア社会大学から下地さん、こんにちは。こんにちは。元気ですか？はい、緊張してます。緊張してる、はい、もうちょっとマイクに近づくと綺麗な声が聞こえますよ。はい、そしてもう一方ですね、アソシアの本部から大城さんに来てもらっております。こんばんは。こんにちはすお元気ですか？あ、元気です。はい、なんかたどたどしいですけども、なんでゆっきー、そして下地さん、大城さん、3人はですね平成生まれでございます。はい、平成ジャンプ3人で仲良くですね、今日は楽しい会話をしていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。お願いします。ちなみにですね、まず何の話からでしたっけ？まずは、あ、僕一応初登場なんで。そうですね、初登場ですね。もうちょっと自己紹介をしたいと思います。あ、ぜひぜひぜひお願いします。はい、すみません、アソシア法人本部で一応アルバイトしている大城と申します。はい、普段はあと事務所に引きこもっていて、はい、ちょっと事務作業とかを主にやってて、はい、今久しぶりに外界に、もう下界に降りてきたのでちょっとそうですね、うん、たどたどしくても、またゆきやさんのちょっとテンションに今ついていけるのが、はい、必死なんですけれどもはい、はい、ちょっとじゃあお願いします。ぜひぜひ。そうですね、ずっと事務所にこもっていろんなパソコン触ったりとかね、社長のいろんなスケジュールとかね調整している大城さんです。よろしくお願いします。じゃあ下地さんって言うけど、ムーツもちょっとだけ、はい、うん、前回最初ら辺に登場してかなり時間が経って忘れてる方もいると思いますが、そうですね、はい、うん、社会大学の下地です、うん、はい、はい、どんなことをやってるんでしたっけ、社会大学で。カリキュラムを教えたりとかですね、うんうん、そっかそっか、はい、どんなカリキュラムを教えてんの？最近、あ、今日からまた3月新しいカリキュラムになって中国語が入ってきたり、中国語、ニハオ、ニハオ、ニハオ、あとビジネスマナー、ビジネスマナーね、手話、うんうん、手話をやってます。へえ、それをプログラム組み立てて来てくださった方、はい、学生さんにお伝えしてる、はい、教えてるって形なんですね。はい、じゃあこの3名でですね、今日は進めていきたいと思います。そしてですね、明日から3月3日ひげ祭りでしたっけ？あー、そうですねそうです、ただね、そのことを喋りたいがために今日はひげを生やしてきたんですけれども、明日ねひな祭りがあったんですけれども、アソシアでもなんかイベントあったんでしたっけ？あ、今日ですかねそうだね、今日どんなことがあったんだろう。
カフェの方でひな祭りイベントがあったみたいですね、うん、はい、そうですね、あの料理長が腕を振るってちらし寿司とか、あとね、桜クッキーとかをね、うん、はい、お客様にお出しして、はい、少しひな祭りの雰囲気も楽しんでもらうっていうイベントを本日やっておりました。ぜひね、今度はですね、皆さん3月の16日だったかな、セントパトリックデーのイベントを行いたいと思いますので、ぜひぜひ、朝は11時半だっけ、11時半からカフェアソシアでイベントを行っておりますので、遊びに来てください。さあ、他にもイベントって最近やったっけ？最近ですね、ちょっとアソシアの方で初めてこの就職説明会の方を実施した、うんうん、はい、してたね、はい、あります、うん、と一応僕も今大学生で、はいはい、今大学生っていうのはちょっと今3年次だと3月からこの個別の企業の説明会があったりって、早いところでこの履歴書とかエントリーシートっていう風に学生は今慌ただしく動いている状況で、で一方ですね、この福祉学科の学生っていうのは就活が4年次から始まるので、アソシアもそれに合わせてこの4年次の皆さんに来ていただいてって会社の説明を下地さんも喋ってたりと、喋りましたね、そっか、国家試験がね1月ぐらいにあるから、がっつり就職で動けるのが、就活で動けるのが2月3月になるんだね。ですね。でまた就職ってことでこの学生さんたちも緊張はしながらなんですけど、また生き生きとしながら、ちょっと僕もあ懐かしいなとか思いながら、ちょっと見ながらちょっといいなとか感じてましたね。そうなんですね。ムズも喋ったんです。喋りましたね。全然もう逆に皆さんに質問が来てた方が6名ぐらいで、もうみんなに質問してもらってそれに答えるっていう風に喋ってきました、うん、ね。やっぱ喋る方も緊張するよね。緊張しましたね、うん、もう新しくねこう卒業する方々も緊張するけどね。はい、そっか、就職説明会盛り上がりましたか？はい。そっかそっか、うんうん。ちなみに大城さんもどんなだったんですか、雰囲気は、就職説明会の雰囲気は。あ、もう皆さんもうきっちり座って、うん、ちゃんと人の話をよく聞いてっていう風に、もう誰かさんとお違いで、ね、うん、座ってられないっていう人はいなかったですね。ちょっと誰かさんって誰か気になりますけれども。そうね、まあ、座ることだけがいいことじゃないのでね。はい、でもでもいろんなね、またアソシアにも新しい風が吹くし、いろんな方々が入ることでまたね、いろいろ進化できたらいいなと思います。はい、本当はねその次にひな祭りの話するんだったけど、ぶっ飛ばしてしまったのでね。はい、ちなみに皆さん3月3日ひな祭りって何の日か知ってましたか？3月3日、うん、ひな祭り、うんうん、ひな祭りの日、うん、こっち書いてあるけど。もともとはひな祭りはね、男女共通の厄払いの行事として行われていたけど、まあ、いつの間にかね女の子の日っていう形になっていったんだよね。うんうん、さあ補足あります？あ人形川に流すことによって厄払いとかを行う習慣があったみたいで、うんうん、今はもう人形を飾るだけの形式になってきたみたいですね。そうなんだ、もともとはその人形を川に流す、流す、それで厄払い、いい感じね。はい、そういうひな祭り、ね、がまた明日から、明日ありますので、ぜひね、うん、女の子の皆さんも、まあ女の子だけじゃなくてね、ボーイズの皆さんもひな祭りを楽しんでいただけたらなと思っています。アソシアでもね、さっき言ったように桜クッキー、ドラゴンフルーツのを混ぜたクッキーを、まあ、店頭で販売とかもしてるので、ぜひね買ってそれをみんなで食べる、シェアしてハッピーになるっていうことも、まあ、やっていただきたいなと思ってますので、ぜひぜひアソシア、カフェアソシアにも遊びに来てください。さあ、前半ねちょっといろいろ就職説明会とかひな祭りについて話したんですけど、一回ここで2人の好きな曲っていうのをかけて、その後またねいろんなイベントを企画していると思うので、
はい、それを後で発表しようかな。はい、ではじゃあ曲のタイトルコールお願いします。はい、3月9日レミオロメンで3月9日です。さあ聞いてもらいましたレミオロメンの3月9日。下地さん、はい、この曲にしたのはなぜですか？昨日3月1日で県立高校の卒業式が行われて、うんうん、そっか、県立高校卒業式だね。で社会大学も2月28日に、うん、1人学生さんが卒業だったので、はいはい、みんなでちょっとカラオケに行って、いいね、卒業をしました。そっか、あえてカラオケでね。あえてカラオケで、はい、楽しいな、はい、ってことで一旦 CM。 よかったよかった、すごい。でもいいね、なんかただあっちの場所で卒業してやるだけじゃなくて外に出るみたいな、花束渡して卒業して、いや、いいね、カラオケで卒業式ありだな。楽しかったですね、2部屋借りてそうかそうか、みんなで歌って。14秒
行きやすい。後半10分あります。10分間です。20分。10分あります。10分ですね。結構や。あ、もしもし。はい。CM、うん、あ、はい、わかりました。あ、うん、あ、わかりました。はい、それ5秒前です。おい、アソシアのこれが福祉だ。さあ、後半は3月11日土曜日にアソシア社会大学で開催されるイベントに関する情報をお届けしていきます。さあ、下地さん、大城さん、今回はどんなイベントなんでしょうか。親子で楽しむ、うん、親子で楽しむ親子フェスタを、親子フェスタ、はい、はい、開催します。開催するんだ、はい、うん、何のイベント。いろんな北谷町にある飲食店であったり、何ですか、ジャンベ、ステージの部とか、うんうん、そっかそっか、はい、北谷町にあるいろんな飲食店に声をかけて、まあ、ブースを、はい、やってもらったりとか、はい、あとね、西アフリカの太鼓ジャンベとかウクレレとかギターを使ってね、ステージで歌う人たちも、あとフラダンスとかもねある、はい、イベントなんですけれども、はい、ちなみにどんな人が出るんでしょうか。ステージの部、ステージの部、うん、と、体験する遊ぶブースと、体験するワークショップのブースと、と飲食の、飲食のブース、3つ、3つ、はい、うん、3つの分類で分かれてるんだね、はい、うん、でその3つのブースをちょっと今日は紹介していきたいと思います。ぜひお願いします。はい、はい、じゃあまず音楽とかなんかステージのブースお願いしようかな。ステージの部ですね、はい、ステージは、さっきジャンベ、ジャンベ、うん、どこの楽器でしたかね、西アフリカ、ね、西アフリカのジャンベ、はいはいはい、っていう太鼓を叩いて、うんうん、なんですか、オープニング演奏を、オープニング演奏で始まります。まず、はい、まずはその西アフリカの太鼓でスタートするってことですね、はい、スタートします。で、はい、これが10時には始まりますので、ぜひ、はい、そうですね、はい、10時にはちょうどね、夫婦漫才って言っちゃった、はい、夫婦でね、ガジャコ&マサトとあとカデナでね、西アフリカの太鼓のワークショップをしているので、うん、カデナでやってるメンバーが一緒にね、オープニングを飾ってくれます。ユキヤさんも、はい、ユッキーも出ますよ。皆さんぜひ10時に見に来てください。はい、よろしくお願いします。そして2人目はウクレレを弾いてるあっちゃん、うん、ウクレレ弾きのあっちゃんね、うん、保育士さんで、そうだよね、はい、宜野湾にある保育園だったかな、保育園、うんうん、方が来て、ライブをします。そうだね、ウクレレ、子供たちと遊べる家族、ね、女性のお母さん方も楽しめる曲になっていますよね、はい、誰でも参加できる参加型のライブになっているので、皆さん一緒に歌ってぜひ踊って、うん、楽しんでもらえたらと思います。超楽しい、はい、うん、はい、3人目、フラダンス、うん、あ、フラダンス、いいね、フラハラウナナイケウクム、はい、めっちゃ難しいけど、はい、フラダンスを踊ります。はい、チャタンと名護にクラスがあり、うんうんうん、そこで、うん、そこの方が来てくれるんですかね、方々が来てくれるんですね、はい、うん、前回ね、はい、ここで代表して講師をしてるね、方もアソシアにいた方だからね、はい、ぜひぜひ綺麗なフラでまた飾ってほしいなと思います。はい、もう一人いたっけ、もう一人は、ギターを弾いてくれる、マッシーさんっていう方ですね。マッシーね、はい、うんうん、が、ギターを弾いてくれます。いいね、すごい甘い声なんだよ。そばにいたいよっていう曲もね、歌ってくれるかもしれないからね、ぜひ皆さん、はい、ジャンベとかウクレレ、フラダンス、ギターなどなどを楽しみに来てほしいなと思います。さあ、じゃあ次は何のブース行こうか。ワークショップ、体験型ワークショップのブース、次は体験する遊ぶっていうのをテーマにしていて、でまずはこの英語で実際に遊んでくれるこのミスタートモさん、ミスタートモの英語で遊ぼう、はい、が来てくれて、でトモさんがもともと沖縄のキャンプ金山の保育園 でだからもう児童と いつも触れ合ったりしながら、この子供が大好きな方で、でこの英語を使った遊びを通してちょっとまた
実際にイベントの中でも皆さんと触れ合える場をちょっと持てればなというふうに、いいね、はい、でこちらの10時15分から、うん、10時15分から、はい、子供も遊べてお母さんたちも一緒に入れる。そうですね、お父さんお母さんも、うん、はい、英語を通して皆さんでコミュニケーションを取ろうってことなので、いいですね、はい、ぜひユッキーも入りたいな。じゃあ次ユッキーはい、拾ってよ次はですね、蜜ろうクリーム作り。蜜ろうクリーム作り、はい、こちらもビューティーワークショップっていう風に位置づけられていて、ビューティーワークショップ、はい、読谷にある石鹸屋でして、うん、これは実際にこの使ってる素材自体がすごく自然界に、まあ、戻れるようにすごいより良いものを作っていて、それを実際に皆さんで作れるっていうワークショップ、石鹸を一から作っていくっていう形で、はい、あ、そうなんだ、蜜ろうクリームだねいやでもいいね、自然界。ユッキーもそこの石鹸を使ってて、顔はちょっと40代に見られるけど肌年齢は20代ぐらいよ。この石鹸すごい気持ちいいの、気持ちいいオーガニックなんですね。そうだね、オーガニックだね。オリーブオイルとかいろいろそういった、うん、自然のものを使ってるっていうのがあるから、ぜひ皆さんもね体験してほしいね。そうです、実際にこの自分が好きなエッセンシャルオイルとかを選んで、うん、自分だけのオリジナル蜜ろうクリームっていうのを作れて、はいはい、またお持ち帰りできる形になってますので、お持ち帰りもできるんだ、はい、販売もしております。販売も、はい、すごいね、心に体に優しい石鹸と蜜ろうクリームをねみんな手に取ってほしいなと思いますね。はい、他にもありますか、ブース。はい、ですね、また次は記念写真ということで、うん、ちょっとマタニティファミリーフォトのツールさんが来ていただいて、この元々理学療法士として病院で勤務しながら趣味でカメラを知ったんですけど、実際に2年前からこのマタニティフォトの、またサロンの作品撮りってことでこのウェディングの撮影等を行っていて、で今回来ていただいて当日会場では様々な場所で皆さんの写真を、うん、撮らせていただいて、ちょっと楽しい風景とかを残せたらなっていう風になっています。僕らもおしゃれしてこないといけんね。おしゃれして、なんでおしゃれして来てくださいよ。あ、はい、はい、他にも ありましたよね、はい、あとはマチルダおもちゃ広場。マチルダおもちゃ広場、浦添市にある誰でも木のおもちゃで遊べる、おもちゃの家っていうのがちょっとまたマチルダおもちゃ広場としてアソシア社会大学に出展して皆さんで遊べるこの場をまた持てればなっていうふうに、浦添の港側住宅外人住宅街にあるよね。そうかね、出張でこっち来てくれて、はい、また木の音も楽しみながら、ね、はい、みんなで楽しめるおもちゃ広場になっておりますので、ぜひね子供たちだけじゃなくて大人の皆さんも楽しんでほしいね。はい、はい、もっとあるワークショップのブースはもうないか。ワークショップはないですね。あとはお店、お店か、飲食、飲食、うん、飲食はどこがあるか。コーヒー屋さんがまず、うん、コーヒー屋さん、フロントマンズカフェ、フロントマンズ、うん、はい、これ茶炭のね、茶炭のあるね、あのイケメン店員さんが何でしたっけ、豆から、あ、違う、そうね、あの入れてくれる、ぜひ、ね、みんなの前で入れてくれるんだよね、はい、さあぜひイケメンの顔見ながら癒され、はい、コーヒーの香りながら癒され、コーヒーを飲みながら癒されっていうのをね、はい、はい、楽しんでください、はい、他にもありますかね。他は、ハンバーガー、ゴーディーズさんが、うんうんうん、来てくれます。あの車で、大きい車で、お、販売してくれて、2トントラックでしたっけ、2トントラック、ね、すごい大きい車で来てくれるみたいなので、うん、はい、ぜひまた大きい車も見てもらいながらねハンバーガーが美味しいので、ぜひ皆さん肉の厚みとかね、ボリューミーなハンバーガーを楽しんでください。あとはスイーツ、スイーツか、これはカフェアソシアのスイーツを、はい、人気の高い厳選スイーツを販売するので、はい、ぜひ皆さん、はい、今ねシフォンケーキとか、はい、ね、焼き菓子などなどを販売しますので、ぜひ食べに来てください。さあもうそろそろですね、お別れの時間に続い、はい、近づいてきました。
さあ、さあフリマですね、フリーマーケットも、はいはい、ですね募集しているんですよね。はい、フリーマーケットのブースで出店してくださる方を募集しています。はい、5店舗限定、はい、限定 で残り3枠空いていますので、うん、はい、ぜひ出店希望の方は、はい、アソシアまでお問い合わせください。はい、お問い合わせ先は 098-923-0291 まで、で担当は下地と後藤になっているのでぜひお待ちしてます。はい、はい、ありがとうございます。大城さん、下地さん、ありがとうございました。さあ、まあ、アソシアのこれが福下最後になりますが、ぜひね、3月11日土曜日10時から始まりますので、親子フェスタ楽しみに来ていただきたいなと思います。でいろいろね、障害についてとか、知りたい方々もアソシアにご連絡ください。連絡先は098-923-0291 でございます。ホームページもありますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。では皆さん、ありがとうございました。それでは来週も会いましょう。 See ya!